ファーストステージのルールを説明しよう。ファーストステージはソルジャー4人ずつによる8小節2本のバトルロワイヤル。勝ち上がった6人のソルジャーには報奨金として1万円が与えられる。ステージのどこから自らへのないリスが飛んでくるのかわからない。だがそれゆえに化学反応が起こる殺戮のルール。生き残るのは一体誰なのか。はい、じゃあ行きましょう。ファーストステージ2組目です。バカシンテラジンアーサーシルケー。はい、シュシュシュバカの声バカじゃねえかよ。さあでは今ありがとうございます。え、口利きしてくれと。うん、しない。やるね、始まってんねん。先生、はい、じゃあ皆さん弾いてください。特に、あの、弾くのが好きなの弾いてください。ヒント聞きましょう。一人目だーれ。おい、ジャラジー、向こうね。二人目だーれ。おい、マカ。三人目がうの、ドス、プレス。そして四人目がシンダーね。はぁ、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 ビートは俺はよ。ビートが変わります。しましょう、DJ チャーカー。激アララライエ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 イチェックマイスピンワイゴジラ吐き出したトゥーワイキスバーバリア。やっぱグルーヴ本気が違うな。ワールドワイドドリンクアスパーガーベッツイケてるこのグルーヴ。まずはバイブルをサイズでいく。だけどお客さんテンションが我慢しろ。見たことカウパーでこぼれ死ぬ。まだまだこの喉が慣れてないから、みんなの声ちょっと聞きたい。レミヒが Say Oh Yeah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 。まだまだついてきた。ブーシューバーブーアルメンデシューピリキリンプーコルベンシュー最初ケースを見れた時点でヒップホップの歴史第一章。いや、音ないから響いてくる。これリズムに乗らせて、これこれあいつがどんだけどんでも仕方がない。気持ちが良くなることからだ。ボンボンボンついたら始まる。ボンボンボン踊り鳴らせな。ボンボンボンまた踊ってくぜ。ボンボンシーコブラマジリボンボンボン。トゥーショットガンフィルミゲイ術を吐き出してる最高の音楽とトゥーエディケーション。流れてるよスーパーアケレイイケてるよファイヤー。だから流れていらないファイヤー。スタリガンよファイバー目にもやっつけて。ホーライナイハースのテラジンのセンション。それができるのはなんでかなって話。みんなで聞きたい。なんでこうなったかって。フランケンどこ行っちゃったの。
信。オッケー、とりあえずじゃあテナジーとワカ、下がってくださいということでまだ最初に下がりますのでご安心ください。もう一回聞くよ。はい、来ました。まずはアーサー手裏剣、次は新超写真です。アーサー手裏剣は新1万円ゲット。おめえらフロアで見たら全部殺しやからな。戦国タワーバトル1回戦第2試合、勝者の審査に来ていただきました。よろしくお願いします。めちゃめちゃ静かになってますけど、さっきもよっしゃーと言われていましたけど、今の感情いかがですか。戦国ってやっぱり、まあ、言わずもがな、見てた舞台なんで、はい、初めてゲストバトラーで呼ばれて、はい、まあ、1回戦突破したんで、まあ、すごい喜ぶかなって感じですね。今回はゲストバトラーとしては初めてですね。なるほど、初めての出場で早速突破ということで、しかも対戦相手も手裏剣さん、マカさん、テラジーさんということで、あと大物揃いで、頭おかしいんですよね。そこでもうトップで勝ち上がったということで、もうこの自信は結構あると思うので、まあ、ちょっとずつつけていかないとな。はい、次以降にもぜひつなげていただきたいなというふうに思います。そしてカルマさんと戦いたいなっていう気持ちはありますか。まあ、それは決勝に行きたいっていう気持ちは、呂布さんと戦いたいっていう気持ちでしょう。呂布カルマさんと戦う意気込みってありますか。まあ、もうずっと見てた人なんで、はい、全力で当たりたいと思います。はい、ありがとうございます。ということで、見事1回戦勝ち上がりました、しんさんです。では、上がってください。ありがとうございます。ありがとうございます。てん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 てれれ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 、アーサー手裏剣です。どうぞよろしくお願いいたします。アーサー。はい。次当たったら裸になっちゃうけど大丈夫？ダメージ食らわなきゃ大丈夫なんで。そうだよね。そうですね。というわけで、まあ、アーサーさんですけど、今日は、はい、何しに来たんですか？何しに来たって、もう呂布カルーマーを呂布カルーマーを倒しに、うん、やっぱアーサーなんで、あとまあ姫た助けに、うん、姫閉じ込められてるんですか？あれさ、姫の話なんだっけ？あの一応パッケージそうなってるけど、うん、最後倒してもまた最初に戻るっていう。すごいね。もしかしたら、うん、今日全クリしたら、うん、また1回戦に戻されるかもしれない。そうだね。あの堂本剛のドラマ の君といた未来のためにみたいな、うん、ちょっとわかんないけど、ループし続けるみたいな。犯人は内藤剛志、うん、ご存知みたいな感じで言われてる。みんなご存知、君といた未来のために。俺ちなみに俺、内藤剛志の話で言うと、はい、俺あのワールドカップの、はい、日本クロアチア戦をやってる最中に、はい、俺青葉台であの飲んでて、はい、アロバ台でこう信号を渡ってて、はい、車がなんか譲ってくれて、ありがとうございますって言ったら内藤隆だったことある。そ の, あのワールドカップつながりで話していいですか。あ、どうぞどうぞ。俺の友達、あの、うん、俺ゲームボーイとカセット出してるじゃないですか、うん、あれあのエリック・プランクトンっていうやつが楽しくてるんですけど、うん、そいつの昔の上司が、うん、あの J リーグ始まった頃、うん、アルシンド弾いたことあるんですよ。あ、すごい、すごいじゃん。アルシンド弾くってなあの J リーグの話だったらいいんだけど、はい、俺 J リーグで言うと俺カモイだからすぐ近くにフリューゲルスのね、フリューゲルス の, あの練習場があって、はい、俺地区センターで卓球やってたら、はい、2階から3杯降りてきたこと、はい、自分の地区センターの2階からブラジル代表降りてきたこと。熱い。はい、というわけでですね、はい、アーサー手裏剣でございます。よろしくお願いします。あのアーサーさん、はい、1回戦の相手見ました。あ、ちなみにさっきのってカットされますかね。うん、わかんないです。相手見ましたよ。うん、どうぞ。これここで喋ってもらって。いやいやいや、あれ俺正社員にも言ったんですけど、うん、これあれでしょみたいな言ったら、あ、うん、本当だって言ってきて、うん、絶対狙ったでしょあれ。あれって言ってた。あのビジョンの、うん、ビジョンでやった時のバトルロワイヤルと、うん、証言とシーンが変わっただけっていう。ね、マカちゃん、マカちゃん1回戦ね、あれの再現じゃんね。そうっすよね、少年さんのとこにニューカマーしんちゃんが入ってみたいな。違う違う違う、しかもそのさ、ニューカマーがさ、ちゃんとあの少年とコンパチになってるっていうね。どうなの、やりづらいの。どうなんでしょうね。俺はね、あの見てて、あの俺はここに混ざりたくないなって。
調味、うん、前回っていうハードルがあるし、うん、しかも2組目っていう、うん、なんかこの前一発目だったもんね、うん、一発目っていう、はい、あれがあったけど、うん、今回2発目で 2組目でどうなのかっていうのと、うん、あとビートがどんなので来るのかっていうのが、何かと話題になっております。急さっきからさ、何かとかさ、あれとかばっかで分かんねえんだよ。なんか言いたいことはないんですよね。無理やりひねり出すよ。そうですよね。そうですね。シュリセンさん、今日は基本的に優勝を狙いに来てるのか、それともライブしに来てるのか。でもそれ言っちゃうと、うん、もうのんき君分かると思うんですけど、うん、後者っすよね。そうですよね。うん、俺、うん、なんでさ、君あの狭いところ行こうとするの。根っこの部分、根っこの部分。そして、この バトルロワイヤル、うん、得意でしょ。得意なんですよ、得意なんですよ。で、その日の瞬間最大風速を毎回出してるんですよ、うん、そうだね。でも勝ってないんですよ。ってことは、どっちかっていうと君、この、うん、トライ、この 4対1、はい、3対1のルールでいうと、はい、女性との相性いいじゃない。めっちゃ良いですね。で、もしかしたら今日、リサノちゃんがいるわけ。そうですね、うん、そこでどうなるかってとこですよね、うん。アイドルと君ってあるじゃん。君アイドルじゃん、だって。ほぼっていうかもう、うん、クブクリンアイドルみたいなもんじゃないですか、うん、この界隈で言うなら、うんうん、言うなれば。ってことは今日も何かしらの奇跡が起こる可能性もある。巻き起こる場合もありますよ。ありますよね。こりゃもう見て期待してると思います。ですね。さあ、ちなみに、はい、1回勝つと1万円もらえるそうです。渋谷はね、今ね、お酒飲めないそうです。そうなんですよね。マジ困っちゃいます。近くのローソンで。そうですね。やってます。闇スタイルで。お、闇やってんね。レペゼンしてあげてくださいこれ。サントリーさん、いつもお世話になってます。闇でございます。ありがとうございます。はい、こう。さあ、1万円もそうだけど、はい、優勝したらもっとお金もらえるんだけど、そうですね。ちなみに、リョッカルマさん、まだ初対面、はい、バトル上では。一回当たったことあるんですよ。うんうん。どのイメージ？あ、いやー、その時俺バトル始めたての時で、うん、もうフルボッコにされたっす、うん、ただまあイメージで言うと、やっぱ現役最強じゃないですか、うん、まあ言ってしまえば、まあそうだね、だからそれ考えると結構そのここまでのバトルタワーの過去を振り返っても、うん、そこまでヒーローに仕立て上げられた優勝者が、うん、ことごとく負けてくっていう、やっぱその呂布カルマっていうなんかそのあれがあれなんで、あれっすね。まああれしか言わねえじゃないか。あれってことだね。あれっすね、うん、結構あれっすね。じゃあ最後に呂布カルマにあれしてください。あれっすね、あれだから。うん、どっちかっつうとなんかあれであれするからあれだぜ。あれあれありがとうございます。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 はい、というわけでテラジに来ておりました。お願いします。さあ、バトルタワーとなると結構君よくいるイメージなんだけど。そうっすね。4人のバトルの時に君よくいるね。結構バレますよ。イヤホンはもらいましたか？イヤホンは新しいの買ったんですよ、うん、新生活始まった、うん、でちょうど一昨日になくしてしまって、また前使ってたイヤホン今使ってるっすってことは、文化祭でなくしてから3代目ってことになるかな。いや、2代目っす。まあ、あれ使ってて、使ってて4月に変えて、そしたらちょっとこの間壊しちゃってやったっすね。やってるな、やってるな。昨日はちなみにスピーカーも壊したっす。お前、っ今年ついてないの。さあ、やってんだかやってないんだか、調子がいいんだか悪いんだか分かんないのが今日のメンツもなんだけど、1回戦聞いた？聞いたっすね。誰？中堅さんと、うん、マカ君と、うん、シンさん、うん、シンさんっていう人っ、うん、どう？嫌じゃない？難しいっすよね。まあでもほんとトラック次第かな、バトルロイヤルルールの粋を集めたみたいなメンツじゃないかって。そうっすね。運動会の時のお弁当。そうだね。みたいな感じ。どれから食べようかの話だからね。好きなもの残しとこうかなみたいな。うん、ちなみに4番目がいいんだよ。だったら4番目ですよ。やりやすいですよ、4番目で。でも1番手に行ったらルール決められるよ。ああ、いやでもちょっと様子見たいですね。そういうずるいんで。
手裏剣とかもさ、この手の大会必ずいるじゃんかよ。そうっすね。やっぱ怖い、楽しい。いやまあでもちょっと今はこうお久しぶりなんで、言うて、うん、こういうなんか大きなステージとかそういうステージの上に立つこと自体もですし、ライブとかあるんですけど、バトルとかないんで、ちょっと恐ろしいな。でもちょっとまあ上がったら楽しいのかなみたいな。そうですね、あのね、遊ぶと楽しいやつだから。そうですメンツ的には最高みたいな。そう、じゃあその楽しい中をかいくぐり、最終的には呂布カルマですよ。そうですね、あまあ多分その楽しい中かいくぐったぐらいに多分賢治タイム入ってると思うんですよ。逆に勝てちゃう、うん、もうそこで一回もうワンシフト変えてて、ちなみに今日は優勝しに来たって今日は、いやもう、うん、やっぱそういうのを言うと堅苦しいことを考えると自分負けちゃうもん、うん、ちょっと楽しみに来たんですよ。あ、休日なんでしょ。ちなみに1個勝つごとにお金もらえるらしいよ。そうなんですか。そう、いや主戦度なんだよ。もしかして入れない情報だったかもしかして。それ入ったら強くなっちゃうから。じゃあ最後に呂布カルマに一言お願いしますよ。はい、よろしくお願いします。そういうことはなきゃ。イヤホンは大切にしてください。ありがとうございます。マカに来ていただきました。おだっしゃっす。ビントもベテランの航空。ベテランだね、もう。いや、全然本当に。ちなみにサイズ的には今どういう状態？今、うん、96まで上がったんですけど、うん、88まで落ちました。あ、じゃあ俺と大体今同じぐらいの、もう競り合ってる感じ。競り合ってる感じが。セリアで。セリア。そうだと思うんだけど、俺セリア B だけど。セリア B、うん、さあマカさん、はい、1回戦の相手知ります、はい、知ってます。あ、はい、わかります。はい、誰ですか。しんくん、うん、テラジー、うん、手裏剣さんですかね。嫌、うん、です出たくないです、僕は。なるほど、うん、どうですか、マカさん。あ、でも、そうですね、まあ、ビート次第かなって感じです。なるほどね、はい、まあ、言ったらなんだけど、ストレート投げてくるやついねえんじゃないかっていう。あ、まあ、確かにそうですね、うん、でも、変化球の種類だったら今一番俺が多いんじゃないかな。まあ、確かに、手数は多いもんはね。いけるかも。だって、人生がフリースタイルでしょ、最近。今、最近フリースタイルですね。随分、はい。あの、見かけた感じだと、スタジオに入った瞬間にあのレコーディングがあのフリースタイルしてくれという流れになってるってことですか。はい、あれは地獄ですよ。あのただフリースタイルするんじゃなくて、うん、例えばこれグライムの OK って言ったら、うん、グライムのカルチャーの拍の取り方とか、うん、ガラージって言われたらガラージのカルチャーの拍の取り方とかを意識するフリースタイルをしてるんで、うん、それは何、秋尾から言われるの。そうっす、ボスから。大体俺が5分前ぐらいに、うん、そろそろ着きます、うん、って分かった、うん、って言って入るとカメラが待ってるみたいな。やるしかないと。怖いんですよね。ただでも楽しんでるみたいな。まあ結構楽しんでます。さあ、なんといってもやっぱこの動画見てる人にとっては、はい、多分マカのバトル、多分あれ以来だと思う。あの鎮座以来じゃない。確かに。あれはだいぶ皆さんからリアクションあるでしょ。いただきましたね。だってもうある意味ワールドワイドな感じですよ。あ、そうですね。SBTV がチェックして、うん、やべ、 UK 届いたみたいな、うん、音源で頑張ってたのにバトルで UK 届いたみたいになって、うんうん、あれはだってもう一つなんか、ね、歴史に残る1ページって感じだよね、うん、やってて楽しかったでしょ。いや、めっちゃ楽しかったですし、うん、死ぬのかな今日と思いました本当に楽しすぎて。今日の1回戦のメンツももしかしたらすげえみんなが全開で出たらもう4人とも全開になる可能性ある。確かに確かに、うん、楽しみなメンツです、ね、いやー面白そうです。さあマカさん、はい、今日はじゃあ優勝を目指してでやってきた。あ、もうそうですね、呂布さんぶっ飛ばすとこまでは見えてますね、はい、俺ちなみにあのツイッター見る限りもうやる気しか感じなかったけど、なんつうんですかね、うん、なんかこうわしやるぞってよりかは、うん、まあもうなんかそろそろいいでしょみたいな。ああ強い人よりやっぱね音楽で殺そうみたいな感じ、ね、自然体で、まあ、そうですね、ミュージカル。それこそあのパーッと歩いてったらあのバトルやってて、あーパーッとやってったら勝ったみたいな感じになるってことですか。多分そうです。そうですよね、はい、なるほど。ちなみに呂布さん以外のライバルは、うん、いや俺誰が出るかほとんど知らなくて。結構、先ほどいろんな人に聞きましたけども、やっぱ優勝候補一人マーク、はいはい、もう一人はやっぱ、ね、スクリューです。あ、そうだそうだ、スクリューとミドルアサシン、うんうん、ああいいですね。でも戦いたいんですよね、うん、楽しいセッションできる人とやりたいなって。全員とやりたい。全員とやりたい。なんか誰ともやりたくないし誰とでもやりたい。誰も傷つけたくないし全員と仲良くなって、はい、最終的にお金もらって帰りたいってことで大丈夫
あでもやっぱその音楽の上で尖りたいって最近思ってます。あなるほど、いいですな。やっぱちょっとそのやってるジャンルもそうですし、でなんかこう横柄な大柄な横柄な態度を取るっていうよりかは、ちゃんとこう自分の持ってるものが最近自信がついたというか、もうやってきてて、もちろんそのうちのボスとかがと作ってる音楽があるんで、それを背負ってる分、今はなんか優しさってよりかは、決めるとこ決めて、ある種の自我が人に優しく音楽が尖るみたいな。ああいいですな、はい、ってことは呂布さんも今日はあっという間に飲み込むと。そうですね、前回 UMB の、選抜チョイスイズイヤーズで、まあ結構その倍速をずっと取ってて負けたんで、今日はその倍速だけじゃなくてちゃんと拍の取った速さを見せれるかな、なるほどな、そこまでいけたらですけどね。まあでもどんなビートでもやるっしょ。そうっすね、はい。まあでも BPM、70か、あとは96とか来たら多分、96じゃない、89とか来たら負けないんじゃないかなって感じです。それはもう、だって190とか考えること、まあ、174ぐらいの、174がまあドラムベースの BPM のカルチャー BPM で、でまあグライムが大体140から145ぐらいなんで、そこぐらいできたらハーフでもそういう取り方ができると思います。ああなるほど。それでは最後に、呂布カルマに145でお願いします。はい。おい、フーダー TRC、リョフさんよろしくお願いします。すごい短いじゃん。マカです、ありがとうございます。はい、というわけで、ね、新に来ていただきました。お願いします。お願いします。さあ、バトルタワー初めて。初めてです。楽しみだね。楽しみですね。ちなみに、4人で戦うっていうあのバトルロイヤルスタイル、それも初めて。いや、それは戦国予選から結構出てたんで、まあ、今日初めてゲストバトラー戦国で呼ばれてたんですけど、それでその予選から出てるとき、予選って大体そういう感じだったんで、まあやり方自体はまあそういう自分の、まあなんか自分なりのあれはある、もうイメージはあるって感じ。そうです。さあ今回最初の相手3人、分かってる？分かってます、ね、発表してください。マカ君と、マカ君と、シュリケン君と、ジェラシー君。すげえめんどくせえじゃん。なんだこれ。いやちょっとなんかこうなりそう。こうなりそうです、ね、もう変化球しか飛んでこないぞ。そうなんですよね、うん、どう。いやでも自分的には一番自分のスタイル的にはもう楽しくなっちゃうタイプの3人、3人だなみたいな。それこそ順番次第なのかな。そうなんですよね。何番目がいいの。何番目、4か3とかじゃないですかね。4かの方がいいかな。まあそうだよね。でもトップバッターで誰かがおかしなことやったら、はい、そのままその空気になっちゃう可能性あるな。そうなんですよね。だからまあトップとケツどっちかじゃないですかね。戦うのは嫌だけど、友達にはしたいメンツだもんね。一緒に遊んだら楽しいなってやつだからね。飲み会にいたらもう意味わかんなくなっちゃう。そうだね。じゃあ今日は仲良くしてこう。さあ、ちなみにもちろん予選どんどんと突破していったら、最終的には緑カルマ、はい、緑カルマどんなイメージですか。いやまあ強いなっていう感じがしますね。あ、そんぐらいだ、特に。いや、うん、結構、まあ、自分がヘッズの時から見てて、うん、なんなら俺、呂布さんの音源も聞いてて、うんうん、でもちょっと、一個ちょっと言いたいことがあった。おー、言ったわい。呂布カルマさんの俺の勝手って曲あるんですよ、うん、それを授業中に聞きながら勉強してたんですよ、うん、そしたら、なんかスマホの電源かイヤホンの電源が切れたかわかんないけど、うん、いきなり爆音でバーって流れてて、うんうん、スマホ没収されたんですよ、うん、それが許せない。じゃあもう呂布カルマのせいだね。そうっすね、うん、言ってやるよ最後に、呂布カルマに。失礼します。学校では音楽聴きながら、授業を受けちゃいけないし、こんな帽子かぶっちゃダメなんだぞ。